涼感和尚です。おはようございます。今日はね、ちょっとお客、視聴者さんから、先進のご法度についてのご質問があったので、これをちょっと読み上げてから、解説をちょっと僕なりにですけども、させていただこうと思います。よろしくお願いします。で、その前に、昨日の夜ね、一緒にみんなでアンデルセン行こうよっていう動画をちょっと上げてみました。たった6、7時間ぐらいの話なんですけど、もうすでに、10人を超える人が一緒に行きたいですって手を挙げてくださいました。本当にすごいなと思いました。もう本当ピッパがすごいなと思って感心してます。本当にありがとうございます。今日はね、石井さんとの、まあ、コラボのお話し会、まあ、東京でやります。で、まあ、なんていうかな、いろんな考えがあって、そして、いろんな選択肢があって、そして、いろんな、なんだろう、決断があって、それで普通です、普通。だから、みんなに合わせる必要もない。自分は自分、人は人ということで、いろんな情報の中の一つとして石井さんのお話をぜひ聞いてほしいなというふうには思います。ただ、石井さんのお話っていうのは、まあ僕も何回も聞いてるんですけど、とにかく奥が深い。正しいか正しくないかっていう確認はちょっとできないけれども、ただ、皆さんが知らないことをたくさん知っているので、まあ一人でも多くの人にね、まずは一回、聞いてもらいたいなというような思いが一応あります。でもやっぱり最後は、結局今生きてますので、先進しかないんだなっていうことが、なんかこう、身に染みているところでございます。はい。じゃあそれを、踏まえた上で、今からちょっと読み上げます。おはようございます。ね。このような LINE を送って良いかと思いましたが、すみませんと。私は今介護施設に勤めていますと。長年勤めていましたが、あることをきっかけに今年いっぱいで退職することにしました。うん、あと半年だね。とても腹立たしいことが起き、どうしても続けることができませんでした。あと5ヶ月だと思ってご法度の心を出さない。ね。ように前に勤めていますが、対象となる方を見ると、ムカついたり、イライラがどうしても湧き上がって、どうしようもありませんと。ハッシーさんの何か一言助言もらえましたらありがたいですと。ね。ということで、視聴者さんから、ご質問いただきました。うん。で、僕の個人的な見解になりますけれども、よくあることです。もう誰もが、ここは、ぶち当たるというか、経験することです。本当に嫌な人っているんだよね。合わない人がいる。僕も、前の会社でそういう人が何人もいました。ね。で、不思議なことにね、先進に取り組めば取り組むほど、そういう人がね、増えるんだよな、なんかな。で、その人を避けても、また次やってくんだよ。うん。なので、まず1個目のアドバイスは、確かに、辛いとかね、イライラが止まらない。うん。これはよくわかります。よくわかる。しかしですね、これを、すべて自分の鏡の相手だと思って、ひたすら感謝してください。うん。菩薩下座の行です。目の前に起こる、いわゆる、ね、嫌なことに対して、ひたすら感謝する行のことを、菩薩下座の行と言います。これをひたすらやり続けるしかないんです。うん。嫌いであっても。うん。で、二つ目。仮に、もう嫌だよって、もう我慢できねえって言って、やめるのも一つの選択です。一つの選択。
そうすればもうその人と会うことはなくなります。だから一瞬そこで、課題はクリアしたかのように見えますが、また人を変えて嫌なことをしてくださる方が現れます。これは必ず、因果則です。うん。因果応報です。目の前に起こる人が必ずクリアするまで嫌なことをする。その人を避けて会わない環境を作ったらまた別な方がやってくる。ここだけはお伝えしておこうと思います。ね。で、それがもう、まあ、宇宙の作った法則だから逃げられないの。逃げられない。うん。だけど、それをあえて分かった上です。分かった上でちょっと、もうちょっと言おうと思うんですけど、要はね、ひたすらいない時でもその人のことを思って、ありがとうございます。感謝してます。愛してます。ごめんなさい。この四つの言葉をお題目のように感情が入ってなくてもいいです。うん。棒読みでもいい。とにかくそれを、声を出して言い続けてほしいなと思います。うん。歩いてるとき、運転しているとき、うん。何でもいいんです。とにかく、〇〇さん、ありがとうございます。〇〇さん、感謝してます。〇〇さん、許してください。〇〇さん、ごめんなさい。ただそれを、ただ言い続けるだけです。これは、言霊になります。ね、言霊。結局、誰が一番聞くかっていうと、自分自身の耳から聞いて、そして魂に染み込ませていくというのが一つ。それから二つ目に、これが波動となって相手に届きます。必ず届きます。最初は嫌です。本当は僕もそういうのをずっとやってました。歯を食いしばって、ありがとうございますってやってました。ふざけんじゃないって思いながらも、ね、心の中冗談じゃにバカやろ、お金やろって思いながらも、口ではありがとうございます、感謝してますってやりました。特に、僕はプロの詐欺にあって、まあ、1000万っていう金額をやられて、で、僕のお客様も含めて、まあ、約6000万ぐらい、37、8歳の時にやられたんです。その時に、本当にそのお金があれば、随分楽、生活楽だったなっていう時が実はありました。でもこのことを知っていたので、歯を食いしばって、ありがとうございます。私のことを騙してくれてありがとうございますって。そういう風にしてやってました。うん、はい。で、今もです。今も。うん。20年経って今も徹底的に先進と向き合ってます。僕自身もね。でもやっぱり、未だに、いろんなこと起きます。うん。予期せぬ、まあ、展開がやってきます。その時に、一時的には頭に来ます。でも前回も言ったんだけど、もうどうしても感情が抑えられなくて、ふざけんなっていうことを叫んだのが、二日間ありました。冗談じゃねえって。うん。許せねえって。うん、で、二人ぐらいの方に、申し訳ない。もう僕はこの愚痴を言わないと、うん、ご法度をこう吐き出さないと、うん、五目の吐き出しをしないと、収まらないから、とにかく、聞いてくれって。僕の愚痴を言わしてくれって、うん、本当に頼みました。そして、ブワーっと言った後に、よし終わりっつってね、もうこれで、スッキリとか言って、その後はもう、相手のことを思ってね、今までありがとうございました。感謝してます。愛してます。許してます。許してくださいっていうのを、今ずっとほうぽろぽろやってます。うん。で、まあ、そういったことをやって、もう繰り返し繰り返し、もう本当、なんだろうね、泥臭いです、こんなこと。うん。もう、地味です、とっても。でも、ひたすらこれをやり続けるしかありません。はい。なので、どうしてもね、我慢ができない時には、この先進をやっている、その仲間です。仲間に、一度愚痴を聞いてくれと。もう、
思いの丈を全部話をさせてくれと。うん。ご法度であることは分かってるけども、一度吐き出ししないと我慢できないと。よって、話せる相手を見つけて、一度吐き出す。そういったことがいいと思います。それから僕がよくやるのは、田んぼに行ったり、雑木林に行って、大きな声で、バカ野郎ってやります。ふざけんなーって。この野郎って。でね、それをね、15分かね、30分ぐらいね、大声で叫ぶんです。そうするとね、案外スッキリするんです。面白いよ。ということで、回答になったかどうか、ちょっとわかりませんが、僕なりの、このご法度の解消の方法をお伝えしました。ありがとうございました。